ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？力が満ちてくる。エージェントアーネス、今日は私から質問させてください。その剣のことなのですが、あなたがその剣を、妖魔の剣を手に入れたのは一体いつのことなのです？そのことか。この剣が目覚めた日のことは昨日のことのように思い出せる。もっと早くこの剣を具象化できれば助けられる命もあった。物事に遅すぎるということはありません。その剣は今、あなたと聖女と、そして世界を守ってくれています。それで十分ではありませんか。ヨルドの巫女。時間ですね。物事に遅すぎるということはないか。いいね、そういうの。自分を信じ続けなければ運命を呪うばかりになりますから。それでは次のテスト。